メイク見たい方はバイバイ。もうねメイクダメだね、休みになっちゃうとしなくなっちゃうから。ちょっとね、本当ありがとうございます。今日何も大人っぽくないよ今日はドラマ見るまで寝れない。何のドラマ？うん、影響されてんじゃんそう、肌休めるの大事。それな、荒れちゃうからね。最近はね肌の調子は結構いいんですよ。うん、みかんありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。皆さん昨日のサンジャナイは聞いていただけましたでしょうか。頑張ってありがとうございます。ちょっと急遽だったんですけど出演させていただきました。聞いた？嬉しい。ありがとね、みんな。頑張ってありがとうございます。楽しかったです。すごい緊張したけど、生放送なんてなんか初めてだから、ラジオの緊張したわ。けどいっぱい喋って楽しかったです。お便りとかで送ってくださった方もありがとうございました。お疲れ、ありがとうございます。鬼じゃないよしか出たことないかったので、鬼じゃないよも言うたって3回しかまだやったことないから。そうなんですよね、ほらありがとうございます。なんとかやりました。いつ決まったの？朝。奇跡的に起きてて、そう。じゃあ電話かかってきた。そう、奇跡的に起きてた。あと私一応寝るとき携帯をね結構遠くに置いてるのね。あの充電器の位置の関係で遠くに置いてるから、その時たまたま起きて携帯を真横に置いてたの。もう充電されてたから、そうそう、それで気づけたの。だから寝てたらお昼ぐらいまで気づかなかったかもしれない。マジ奇跡最近っていうか結構多い、そういうそこら辺、そういうね、うん、私いいんですよ。
なんか急遽とかなんかそういう運いいんだよね。本当にね、そういう時の運いいんだよね。いいよ。パジャマです。今日ずっとこれで過ごしてたマジ今日一回も家出てない。寒いし、寒いからね家にいた。ずっとネットショッピング一生してて、そう頭痛くなったちょっと寒くないよね。昨日もさ、そう夜ラジオで外出たけど、そんな寒くなくて、あれ、まあお家にいるのが一番安全ですよ。なんかずっとね、携帯で通販見てると頭痛くなっちゃう。いつも。ポチポチ押してない、見てただけ。一個も買ってないです。買う勇気出ない。あ、ブルーライトのせいなのかな、もしかしたら。最近は YouTube ばっかり見てます。いろんなアイドルさんの、歌見たりとか一番してるかも。なんか公式さんが上げてるコンサート映像みたいなさあるじゃん、そういうの見てる。あ、可愛いなと思って、それでモチベ上げてるそう、しばらくは公演もない感じだから、モチベよね。最近はそう、この前一昨日も言ったけど、イコラブさんずっと見てる。結構私ハマる時期があるんですよ、このアイドルのグループさんにハマるみたいな時期いっぱい。あとね、ラストアイドルさんも見てるね最近。音符ありがとうございます。
でもなんか時期によって私ハマるの変わるんですよ。でまた一周したりとかする。気に入った曲あったら一生聴いちゃう。どういう基準だろう。なんか例えばおすすめに出てきて見て、あこの曲いいって言ってその曲調べて、でそっからなんか他の曲の映像とか見てみたいな感じかな。え、そうなんですか。さつまいもなの。嬉しい。ドラマは何も見てないです、今。テレビは本当につけたやつを見てるって感じ。私に芋にハマってるわけじゃないんですよね、年中なんで。そうそうそう。今ハマってるものなんだろうな。なんだろう。こんばんは。確かにドライブ、なんかドライブさ、こう前やっとさらにやり方が分かって、今めっちゃレベル上がりましたけど、なんか隠した方がいいのか分かんなくて隠してる 隠してるんですけど、隠れてるのかなこれ、私のやつってみんな見えるのかな。そう、なんか意外と私そのね、ジュッケのさあれ見てるとさ、意外とみんな隠してるんよ。半分ぐらい隠してるから、ほんと私も隠そうと思って、そうなんとなく隠しました。結構上がりま、あ、結構上がったし、あれあれあれ、ガチャで10と11で全部揃えれました。やっと出て。そう。もうレベルってバンバン上げちゃっていいのかな。なんかどこまで上げていいんだろうと思って、なんか迷ってるんですけど、でもこれバンバン上げていいのかな。どこまででも上げちゃう。上げちゃおうか。
なかった。みんなのおかげでね、いっぱいその交換ができるから、そう、まだまだね、そう、できそうだから、ありがとうみんな、チアレタ。うん、今はね、うん、500は超えましたね。うん、じゃあガチャ回そう。ありがとうございます。よくわかったね。そう、ブラックナイツが回したくて、そう、レベル上げてた。夜中に回しちゃったんだよね。これ自分のレベルはどうやってレベルの方でどうやってあげるんですか。あ、クエストをすればいいの？あ、なるほどね。だから全然上がらないわけだ、私は。クエスト最近してなかったかな。しなきゃしなきゃ。了解了解。あ、今ぐらいでもいいの？レベルって関係ありますか？高ければいい方、高い方がいいのかな。あ、意味ないんだ。そうなんだ。総合力の方が関係ある感じか。あ、そうなのね。50あれば十分なのね。ハンターショールしてます。してる。ガチャ回しちゃおうかな。結局回そう。セール実施中。はい、ガチャります。あ、ちょっとあんまりですね。あ、ちょっと、え、何も出なかったモンスター。なんちゃらの玉星のジュエル、ちょっともう一回いきまーす。こっちにしよう。ん？あれ？
ンスター出ない、モンスター出なかった。ガチャ沼だねこれ、何回でもやりたくなっちゃう。あ、いいの来そう、いいの来そう、ダーン。何これ、よくわからん。何これ、なんか巻物みたいなの出た。これは、あー銃ね、この可愛いなんか白クマみたいな、犬みたいなやつ、なんだろう巻物みたいなやつ。もう一回、お、いい感じの基礎。なんかスキップをしたくないんだよね私。装備かな、誰来る、あー9かーい、9だった。ちょっともう一回いける、これ早いな、不足するのが。ちょっと待って、さっきの巻物が気になる。そうニューとか期待してんだけどさ、出ないんだよね。ニュー出てないよね、そうだよね。でモンスター出てないんだよね。待って待って、さっきのやつが気になる。装備かな、装備ボックス、あー、モンドラ、インドラ、インドラにつけれる、インドラ、インドラ、インドラってどれかわかんない、あったあったあった、インドラに装備をつけます、つけれた。いいね、いいね、いいね。もう一個なんか出たんだよな、装備みたいな。これは何、セグースアーツってやつをあげればいいですか。じゃあなんか均等にあげようかな。あ、2つだけでいいですか。じゃあ2つ。あげちゃう。あげちゃった。じゃあガチャ引きます。こっちのガチャにしよっかな。ガチャル、はい。うん、総合力上がった。え、うーん、こっちにしよう。ガチャル、11なんか出たけど、ニューじゃないよ、持ってるのか。でもいいね、誰今の、誰だ、あ、インドラだ、インドラが出ました。じゃあインドラとインドラをくっつける。いいね、最強のインドラになりました。何、アンクとなんちゃらがないと楽しめないか、何それわからない。
ユニコーンみたいなやつ、ユニコーン、どれだろう、こんばんは。めっちゃ総合力上がると思う、本当に。どうだ、うわ、めっちゃ上がったわ。上がった、うん、見たことある、なんか見たことある、そのなんちゃらってやつ。もう一回ガチャリまーす、来い。あー、なるほどね、なるほどなるほど。ちょっと もう一回お願い。なんか新しい銃のやつが出ました。はじめましての銃、うん、名前は何だろうね、この人はね、アーティストタマティーナさん、めっちゃ絵描いてるって感じの人。じゃあもう一回弾きまーす。もっと喜ぶべきなんだよね。お願い来て。はいはい、来い。お、なんだこれ。あ、またアーティストさん。あ、サポートキャラクターね。なんか切ったけど。今のは誰？今のもサポート？あ、違うな、違うやつだった。うん、お、本当に？左ペット。